せいておられますな。うん。わしを突き動かすこの衝動、信長様亡き世への不安か、あるいは足を止めるな。この大一番、断じて遅れを取るわけにはいかんのだ。秀吉は備中から山城までの道のりをわずか10日間で踏破。前代未聞の大強行軍は光秀の計画を狂わせたばかりでなく、信長の死に浮き足立っていた織田家の諸将に大きな衝撃を与えたのであった。